アルバムのリリースイベント3日目お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。それでは一言ずつご挨拶をさせてください。まずはミリアの方から。はい、藤田ミリアです。さっき一部はですね、ちょっと雨の影響でパフォーマンスすることができなかったんですけども、2部こうやって来ていただいた皆さんの前で踊ることができてとても嬉しいです。2部も盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、野本空です。ちょっと今日は寒いですが、そんな中来てくださってありがとうございます。みんなで盛り上がって温まって帰りましょう。よろしくお願いします。はい、林田真宏です。今日は寒い中来ていただき本当にありがとうございます。一部、できなかった分二部頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、伊藤桃香ですね。さっきみんなが言っているように一部はできなかったんですけども、二部ね、ちょっと天気はあまり良くないですが、雨が上がってパフォーマンスができて嬉しいです。皆さん楽しんでてください。よろしくお願いします。はい、井上理香子です。一部はパフォーマンスできなかったんですけれども、雨が上がってくれて、今日来てくださった皆さんの日頃の行いがいいのかなとちょっと思っています。今日も楽しんでいてください。よろしくお願いします。下並木です。今日は会場の皆さんも会場の皆さんも会場の皆さんも楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、今日は3月27日ということで、はい、昨日3月26日にはついに私たちのファーストアルバムでありベストアルバムのフェアリーズがリリースされました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、待ちに待った、アルバムですよ。本当にベストアルバムということで、内容も盛りだくさんなんですけれども、5形態あるうちの1つがロッピー限定で予約できるものがあるんですけど、それを購入していただくと4月の27日に行うゼップダイバーシティでのペペペフェアリーズのイベントに参加することができるので、ぜひそちらの方も遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そのペペペフェアリーズの、はい、内容も、まあ、どういうものにしようかっていうのはちょっといろいろ打ち合わせをしたりとか、いろいろみんなで考え中なんですけれども、きっとね、楽しいものに、そうですね、なると思うので、はい、皆さんお待ちしてます。待ってます。遊びに来てください。はい、そしてですね、リリースイベントが今日は3日目、はい、となっているんですけれども、その3日前からこう始まっていて、4月じゃない、3月の末までは関東圏の方で毎日リリースイベントを行っていきます。で、4月の1日から6日までは、日本のいろんな各地を回って、みんなでね、こうリリースイベント毎日行っていきますので、ちょっと旅行気分も味わいつつ私たちのリリースイベントに遊びに来ていただけたらいいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、今日 NHK さんのミュージックジャパンという番組に私たちフェアリーズは、はい、出演しています、はい。公開収録をしてですね、皆さん来てくださった方もいると思うんですけども、はい、Run with you を披露しているので、ぜひチェックしていただきたいです。22時55分から。なので皆さんお家に帰ってる頃ですね。そうですね。お風呂は入ったかな？入ったかな？はい、ご飯は食べたね。食べたね。はい、なので寝る前に寝る準備をして、ぜひラムジーを踊ってる姿のフェアリーズを見てもらえたらいいなって思っています。ぜひチェックしてください。はい、はい、はい、それでは次披露させていただく曲で2部最後の曲となってしまいますが、そうなんです、 A なんです。私たちも A なんです。一部ね、パフォーマンスできなかった分、2部の次の曲に全部エネルギーを取り絞りたいと思います。皆さん盛り上がりますか？それでは聴いてください。ホワイトエンジェル。歌が右は上地をエビエス
はい、フェアリーズでした。大きな拍手をお送りください。